今回は皆様に新幹線オフィス車両のご紹介をいたします。新幹線オフィス車両は2021年11月22日より平日限りですが、東北、上越、北陸、北海道新幹線の8号車で行われています。新幹線オフィス車両では席で通話可能、ウェブ会議が可能となります。いちいちデッキに移動する必要もないし、 PC でそのままウェブ会議もできます。このサービスは2021年2月に実証実験し、ニーズがあると分かったため、コロナ禍における新たなサービスとして開始されました。合わせて東北新幹線の3本に限り、3つのリモートワーク支援ツールが無料で体験できるサービスも始まりました。今回はそれらを皆様にご紹介いたします。まず1つ目は折りたたみ式間仕切り。新幹線座席での PC 使用時に隣席などからの視線を遮り、集中して作業ができるパーソナル空間を実現します。軽量かつ A4 サイズにコンパクトに折りたたみができ、展開時は幅 420mm で大きめの PC もカバー可能です。撮影時は片手でやってたのでちょっと手間取りましたが、両手だったら簡単に展開することができます。私のサーフェイスラップトップを入れた状態です。このように大きめのノート PC でもすっぽり入ります。余裕を持って作られているのと、キーボードやタッチパッドとか手前まで間仕切りがあるわけではないので、操作しづらいということはありません。通路から見るとこんな感じ。セキュリティを確保するというよりは、隣の席から凝視されるのを防ぐという具合のアイテムです。本当に覗き見を防止したかったら、ノート PC に覗き見防止シートをつけた方が良いでしょう。2つ目は集中力を高めるウェアラブル端末、ウェアスペースです。新幹線オフィス車両での走行音などを軽減し、視界を狭めることで周囲を気にせず仕事に集中することができます。 PC やスマホと Bluetooth 接続し、ワイヤレスヘッドホンとして使用できます。はい、このようにペアリングできました。はい、実際につけた様子です。せっかく新幹線に乗ってるのに景色が見えないのはなんだかもったいない気もしますが、これで集中できるのであれば背に腹は変えられないのかなと思います。というか、エリザベスカラーをつけた犬の気持ちがよくわかります。もしくは中世の鎧兜を着た武将の気分にもなれます。これ新幹線で車内でつけるのは相当勇気がいると思います。3つ目はこれ、スマートグラスモベリオです。 HDMI 接続した PC のサブモニターとして利用できる高精度なスマートグラスです。このように見た目は黒い線の入った容疑者みたいな感じになります。中から覗くとこんな感じに見えます。私の付け方が悪かったのか設定が悪かったのだろうと思いますが、思ったより画面が遠くに見えました。さあ、3つの通路を全て同時に装着しました。どうですこの絵面、ダース・ベイダースタイルとでも言いましょうか。これが未来の新幹線テレワークスタイルです。かっこいい。おふざけはこの辺にして、新幹線の座席という限られた空間で快適なテレワークを実現するために、 JR 東日本もいろいろ試行錯誤されているということでしょう。見た目もモデルの私が悪いだけなので、ちゃんとした人がつければ大丈夫だと思います。音は Bluetooth ヘッドホンで、視界は左右が目隠しされて、ノート PC も目隠しされているので、本当にこれで自席でウェブ会議もできるのではというのが実感です。実際に作業してみました。確かに集中できます。この車両は周りも車内通話が可能なので、本来であればガヤガヤしてるということを考えると、このくらいバーチャルなパーソナルスペースがあるぐらいがちょうど良いのかもしれません。これは撮影のために無理やり全部つけてみましたが、全然当然全部つける必要はないので、つけたいものだけつければ良いと思います。そうすれば重装備感も軽減されると思います。この時の時速は東北新幹線最高速度の 320km、 まさしく日本最速のオフィス空間です。こんな体験滅多にできません。特に飛行機では自席での通話ができないので、日本最速のウェブ会議環境であることは間違いありません。まだまだ荒削りではありますが、 JR 東日本が移動の在り方を再定義しようとするこの試み、移動の有効活用という点でちょっと未来を垣間見た気がしました。ここでおさらいです。新幹線オフィス車両は8号車限定です。土休日及び再繁忙期を除く平日のみ実施しています。新幹線オフィス車両でできるのは座席での通話、ウェブ会議です。対象路線は東北、北海道、上越、北陸新幹線です。8号車は指定席ではないので、8号車以外の指定席を確保するか自由席券が必要です。そして今回皆様にご覧いただいたリモートワーク支援ツール隠し出しサービスですが、上り3本、下り3本のみで運転されています。
2011年11月1日から開始されましたが、終了時期は現時点2021年の12月7日時点では未定なので、公式ホームページでご確認ください。体験できるツールは今回ご紹介した3点が無料で、他に有料で Wi-Fi ルーターもあります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。